RR レイアウトのトゥインゴさん、そのトゥインゴさんのちょっと底上げされたトランクルームにもすっぽり収まるダフォン K3 です。もうぶっちゃけどこうね、16インチで電動アシストのベネリさんの方でも一応ギリ、本当にギリギリちょっと決定ね、だから倒しながら入れなきゃダメですけど、ギリ、まあ、縦に入れることはできるんですけど、 K3 は楽に入れることができます。それどころかもう一台の愛車アルファロメオスパイダーのリアシートっていうか、まあ、シートの後ろのところにね取り込むこともできちゃいます。でましてやこいつはほぼ8キロとね、やたらと軽いモデルなので片手で簡単に出せるっていうのもいいところですよね。私のこのダフォンの K3 は海外仕様版、海外仕様を輸入したモデルということになってます。ただ基本的には、まあ、海外仕様といってもものは一緒です。まず決定的に違うのは、海外仕様版はこの空気のバルブがね、電式バルブになっています。はい、国内仕様版は普通式のバルブですよね。これに関してはね、まあもう一台 E バイクで持ってるベネリーの方もベー式のバルブなので、まあ携帯する用の空気入れはベー式で揃えるということで、まあ、それはそれでそちらの方が良かったので私的には問題なし。あとは国内仕様の2022年度版はここにカゴが付けれるようなネジ穴が付いてるんですが、これはついてません。ダフォンのシールですね。それとこちらのねセンタースタンド、こちらの方が海外仕様版はもう鼻から付属で付いてることになってます。こちらも私的には、まあ、どうせ付けるものだったので問題なしと。あとこの海外仕様版の場合はペダルが折りたたみが効かない、折りたたみできないペダルがついてるんですけども、私の場合はもう折りたたみのペダルに購入時に変えてもらいました、まあ、変えてもらいましたっていうよりも、まあ、もう一台の E バイクの方のねベネリのペダル、まあ、これは折りたたみできるペダルがついてるんですけども、折りたたみがだいぶ硬かったので、このねFD7 ね、こちらの方に変えようと思ってワイズロードさん見に行ったんですけど、これ何がいいのかっていうとね、折りたたみするのにね、こうやって真ん中のボタンを押せばね、もう簡単にポコッと倒れてくれる。で起こす時もこれを簡単にこれするだけで起きると。しかも回転もいいとこれはもう変えるべきだろうということで変えてあります。あと海外仕様版との違いで違うところはね、うん、これですね、 USA マーク海外仕様版ですからね。はい、それとまあところどころね、日本仕様版のシールに貼り替えてはもらってあるんですけども、こことかね、こことかね、ここなんかに、まあ、海外仕様、まあ、中国語ですけどね、中国語のシールが貼ってあったりなんかするわけですよ。まあ、こういうところも海外仕様版っぽいです。はい、ただ
このね、インターホン K3 海外仕様、ただ単に海外仕様版っていうだけじゃないんですよ。ダフォンのね、正規輸入元のアキボーがそのまま輸入しています。なのでまあちょっとそういう書類があるんですけど、このディレイラーの部分とかね、ディレイラーのくっつける部分とかね、あともう一箇所何だったっけななんかがね、まあ、国内仕様版と同じモデルにね、アキボーさんの方からもう変えてくださいと、海外仕様版ではついてるやつなんですけど、国内仕様版は全部そちらに変えてるので変えてくださいと、なかった場合に破損したりとかする可能性があるので、対策品のそちらに変えてくれということで、これはもう全部変わってます。なので海外仕様版なんですけど、保証的には国内仕様版と同じ保証がつくと、まあこれで国内仕様版よりも若干ちょっと安いというそれとね、気に入ったのはやっぱりこの色ですね。ちょっとマットな黄色なんですけど、マットな黄色と黒のね、この色合いがすごくお気に入りで、もう一目惚れして買っちゃったわけですね。でさっき、まあ、ペダルは購入時に変えたって言ったんですけど、このねグリップも購入時に変えました。これはまああの購入時にねまたがってみたんですけど、割と結構前傾姿勢が高いと、はい、割と結構前傾姿勢が高いので、これこう結構ここにねグリップの部分に体重乗っかることが多いだろうということで変えてみました。まあ、純正のとよく似た形状になってるんですけど、スポンジがちょっと分厚いような感じになってます。まあ、純正のやつよりかはいいかなっていう気がしますかね。それと、まあ、購入時にね初ライドで京都を観光に回ったんですが、その時にね、まあ、スマホホルダーついてなかったので、まあいいやってことでね、そのまま出てたんですけど、まあ物の見事に道にもないということで、スマホホルダー代わりになるようなものが欲しいなということで、こちらです。ダフォンの純正のハンドルカバーですね、こちらを購入しました。これそのものの取り付けは簡単です。取り付けなんでどちらでもいいんでしょうけど、まあ私はスマホホルダーつける都合上、こちらからねつけてますけども、よいしょ、コリアサとルコシェとね、3点で止めるような発行になるわけですよ。でここにスマホがこのように入ってナビ代わりにすることもできるとね、まあ、なかなかすっきりとしていいんじゃないでしょうか。ミラーレスカメラぐらいねが入るぐらいのものにはなっています。ああって言ってたら、チェーンが外れた。まあこれでね、今後はトゥインゴさんとかね、アルファのスパイダーの方に。この K3 積んでね、ちょこちょこっと出先でいることなんかをしようかなと思います。きつい時はねベネリさんで行く時があるかなと思いますけども、それではちょっとおどり出てきます。